アクタンとマリン、どこで姉妹みたいって言われたの。実は、アヤネルにお会いしまして、その時に、え、二人は姉妹みたいですねって言われちゃいまして、いや、またまたそんな、うち親子でやってるんで、姉妹、そんな姉妹だなんて、そんなことは。うん、気持ちよくなっちゃった。お世辞で笑う、社交辞令って知ってる？え？え？まだ泣いてる？おー。まあそうだよな。まあそうだよな。俺にできることはねえのかよ！ハリンにできることはねえのかよ！せんちゃん、アクタンと遊ぶ予定とかある？あの、なんか、あまりにも華麗に卒業していったから、なんか、あったよとか言うとなんかさ、ちょっとやっぱ伝説のアイドル様なので、あ、あったよとか言うとなんかあれかなって思うんですが、どうなんだろう、どう思う気持ち、なんか、なえるかなと思って、おい、伝説になったのに気軽に会ってんじゃねえよみたいな、ぶっちゃけっていいなら、明日会います。早速ですけど、まあ、実家に、でもなんか、娘ってさ、ほら、田舎から出て最初の1週間とかでさ、割とさ、一旦実家帰ってきたりするじゃん。それです。うん。やっぱ、我々の注目コンテンツとしては、ね、9月に、うわ、でも言いたくないな。なんで言いたくないかというと、まあ、でも言うわ。言いたくないなとか言ったら、起用されるかもしれないから言うね。9月に、なんと、世界中が待ち望んだ、ジェラートピケのミッフィーコラボが来てしまうんですね。これね。絶対買わなっつって、アクタンと話したんだけど、でもこれ言ったらさ、君たちが狙うかもしれんじゃん。お、船長とアクタンとオソロで聞いちゃおうみたいな、俺がパパみたいな感じで、家族で、娘と嫁のマリンと俺で、家族でオソロでジェラピケのミフィ聞いちゃおうみたいな感じで、買いに行かれたらさ、いやマリンたち欲しいからさ、売り切れてしまうでしょうが。どうでもよくてさ、どうでもよくねえよ。初だぞ、ジェラピケとミフィがコラボすんの。太陽ロやめてお願い、お願いやめて、お願い、本当に欲しいの。30代のおっさんが着れるか。で、マリン30代だけど着るよ。そう、だからね、楽しみにしていますと。はい、それは絶対買う、絶対買わないといけない。今日は味噌地なん、わらいや、今日は17歳ですね。見ての通り、今日若いんで。タイトルだと味噌地だよ。あ、そうか、じゃあ味噌地です、今日はなんか、ネリッサに聞いたんだけど、海外ではミッフィーはマジで全然人気なくて、誰って状態で、リラックマが人気なんだって。びっくりしん、これ。ミッフィーって海外、オランダ生まれだからさ、海外で人気なんだと思っていた。マリンとアクタン、ジェラピケミッフィーオソロで聞くから、キマイチ買わないように。はい、